平等院。平等院は、京都府寺市にある藤原氏ゆかりの寺院。平安時代後期、11世紀の建築、仏像、絵画、庭園等を京に伝え、古都京都の文化財として、世界遺産に登録されている。三号を浅山と称する。宗派は17世紀以来天台宗と浄土宗を兼ね、現在は特定の宗派に属さない単立の仏教寺院となっている。 本尊は阿弥陀如来、海貴は藤原寄道、海山は名村である。琵琶湖国定公園エリア内に位置している。京都南港の宇治の地は、源氏物語の宇治十条の舞台であり、平安時代初期から貴族の別荘が営まれていた。現在の平等院の地は、旧世紀末頃、光る源氏のモデルとも言われる左大臣で、 佐賀源氏の源の通るが営んだ別荘だったものが、歌天皇にわたり、天皇の孫である、源の重信を経て長徳四年、九百九十八年、摂政、藤原道長の別荘、宇治伝となったものでる。道長は万十四年、千二十七年に没し、その子の関白、藤原頼道は永勝七年、千五十二年、宇治伝を寺院に改めた。これが、 平等院の始まりである。海山初代主院は、小野東風の孫たり、御城寺長理を務めた、名村である。創賢寺の本堂は、法王堂の北方、宇治川の岸辺近くにあり、大日如来を本尊としていた。翌天行元年、1053年には、西方国楽城堂をこの世に出現させたかのような、阿弥陀堂、現法王堂が建立された。 官無量、樹形の一節に、和解抑止申請聖法者、先当あたり官を一条六蔵在地水上、もし真に聖法に生まれんと欲する者は、まずまさに一の条六の蔵地水の上に在、今すを見るべしと、法王道とその周囲の浄土式庭園は、官無量、樹形の諸説に基づき、聖法極楽浄土とその教主である、阿弥陀如来を、感想。 特定の対象に心を集中させることするために作られたとするのが定説でる。アスカ、奈良、平安前期に広まった仏教は現世での救済を求めるものであった。平等院が創建された平安時代後期になると日本では末法思想が広く信じられていた。末法思想とは、釈尊の入滅から2000年目以降は仏法が廃れるという思想である。しかし、 天才人災が続いたため人々の不安は一層深まり終末論的な思想として捉えられるようになりこの不安から逃れるための遠征的な思想として捉えられるようになる仏教も現世での救済から来世での救済に変わっていった平等院が創建された永昇七年千五十二年は当時の思想ではまさに末法の元年にあたっており当時の貴族は 国楽王城を願い、西方国楽浄土の教師とされる、阿弥陀如来を本尊とする仏道を盛んに造営した。法王道とその道内の阿弥陀仏、壁扉がや供養菩薩像、周囲の庭園などは、官無料、樹形の諸説に基づき、西方国楽浄土を完走するため、現世の国楽浄土として作られたことは、間違いない。しかしながら、そうした浄土教、 末法思想という観点のみから平等院や法王道を見ることは一面的な理解であるということが複数の研究者により指摘されている。平等院の境内が現在のような景観になったのは南北朝時代の騒乱以降、法王道、阿弥陀道のみが焼け残ったことによるものである。法王道が主要な道具であることは間違いないが平安時代の平等院では本道には 密教の主尊である大日如来が安置され、他にも不動堂、五大堂、愛禅堂、多宝堂など、密教系の仏像を安置する道東が立ち並んでいた。法王堂の阿弥陀像の印象は定員。膝上で両手を組むであるが、これは密教の了解曼ラの阿弥陀如来の結ぶ印である。阿弥陀像の普段見えない像内はベンガラで朱色に塗られている。これは、 両界万奈良の混合会後フッツに五色を配当する、際、西方阿弥陀を、紅ハリい針色、具針、磁気、赤色とすることに対応する。阿弥陀像の像内には、阿弥陀の大種、小種を書いた月輪、勝輪、円盤が納入されていたが、これは、この阿弥陀像が、密教の手法である、阿弥陀法の本尊像でもある子を意味している。以上のことを踏まえ、建築士屋の戸島義行は、 法王堂の阿弥陀像には、密教の阿弥陀如来としての一面があり、法王堂全体が阿弥陀万奈羅を表しているとする。平安時代後期の京都では、平等院以外にも、皇族、貴族による大規模寺院の建設が相次いでいた。道庁は官任四年、1020年、無料寺院、後の法上寺を建立、また十一世紀後半から十二世紀にかけては、 白川天皇直眼の星章寺を筆頭に、孫章寺、西章寺、炎章寺、聖マ寺、炎勝寺のいわゆる、六章寺が、今の京都市さ京区を岡崎あたりに、相次いで建立された。しかし、これらの大伽藍は現存せず、平安時代の貴族が建立した寺院が、建物、仏像、壁画、庭園まで含めて残存するという点で、平等院は、唯一の史跡である。ただ、 平等院も、県武三年、1336年の楠ス正しと足利氏の軍勢の戦いの陛下をはじめ、旅重なる災害により道等は廃絶し、鳳凰堂のみが、奇跡的に災害を免れて存続している。平等院には、法王堂以外に、以下のような道等が立ち並んでいた。平等院には創建当初から藤原頼道によって、治療が支入されていたが、 実質的には平等院の主である寄り道の管理下にあった。辞略三年、1067年10月、寄り道は、御霊税天皇が、平等院に対して、不幸300を支入したのを機に、平等院の省エに、冬の剣を認めてほしいと願い出て、その要望を認めて平等院領九カ所に、冬の剣を与える、大乗官府を得て、官司の剣聞のもと4、む、たり傍事を行われ、 立憲総合が行われた。翌年3月、五霊勢天皇が病に倒れると、寄り道は3月28日、5月2日には、先の9カ所の平等飲料消園に対する不入の県の適用を求める申請を行った。寄り道は、翌29日、3日に、改めて9カ所の冬の県、不入の県を認める大乗官庁の発給を受けた。そして、 4月19日、22日に、御霊勢天皇が奉御し、寄り道とは疎遠であった、御三条天皇が即位して、延久年、1069年には有名な延久の、荘園整理令を出した。石管家の荘園も整理令の対象とされたが、寄り道が、先帝、御霊勢天皇の奉御の直前に、駆け込みで得た、平等飲料の大乗官府、 大乗官長が、荘園の公やとして有効とされて、整理を免れた、延休の荘園整理令は有効な大乗官府、大乗官長を持たない荘園を、整理対象としていた。その九カ所のすべてについては明らかではないが、山城国紀ー軍芹川僧、摂津国住吉軍熊田僧、島下軍平田僧、河内国河内軍玉騎僧、大見国高島軍下上僧、 道軍川上層の六カ所を含んでいることがられている。寄り道の没後、平等院料は、殿川渡資料と並んで、富士市長者の支配する所領の中核として位置づけられ、代々の石棺が継承してきた。下元三年、1305年に作成された、接録川渡し層目録、九条家文書によれば、平等院料は十二カ国に十八カ所あったという。現在の平等院は、 天台宗形の最小院、浄土宗の浄土院という二つの寺院、共に法王堂の西側にあるが、共同で管理している。浄土院は、明王年間、1492年から1501年、最小院は、浄王三年、1654年の創始であり、平等院が浄土、天台領宗の共同管理となったのは、天長元年、1681年、 自社奉行の最低によるものである。宗教法人平等院の設立は昭和28年1953年である。1990年代以降、庭園の発掘調査、復元、法王堂々内装飾のコンピュータグラフィックスによる再現などが行われている。平成13年2001年にはそれまでの宝物館に変わり、 平等院ミュージアム放送館がオープンした。建築家、九龍明は、放送館、新建築平成13年、2001年9月号の設計で、日本芸術印象を受賞している。平成8年、1996年から平成9年、1997年にかけて、鳳凰堂の右後方に15階建てのマンション2棟が立ち、見る方向によっては、 法王堂の背景になってしまっている。創建当初からの風池が大きく損なわれ、これが景観法施行前の平成14年、2002年に宇治市都市景観条例が制定されるきっかけとなった。当面の対策として平等院境内にクスキが植樹されており、この木が高さ10メートルまで成長すると、法王堂背景の景観を阻害しているマンションを完全に隠すことが期待されている。 平成24年2012年9月3日から平成26年2014年3月31日まで屋根の吹き替え、柱などの塗り直し修理が行われた。この間、法王堂内部の観覧はできなくなっていた。平成26年2014年10月1日、落成式が行われ修理工事が完了した。平等院法王堂は天行元年、 1053年に建立された阿弥陀堂である。法王堂の故障は後世のもので、平安時代の記録では阿弥陀堂あるいは単に御堂と呼ばれている。道内守見段の角狭間にはめ込まれた近藤版の遠方八年1680年の国名に平等院法王堂とあり、江戸時代には法王堂の故障があったことがわかる。江戸時代の知事、山修明赤氏 聖徳元年1711年にも法王堂と見える。本尊阿弥陀如来像。国宝は仏師、上長の格証ある唯一の遺作である。本尊を安置する趣味団は螺鈿や飾り金具で装飾されていたが、螺鈿はすべて脱落している。現状では、白落が著しいが、堂内の扉や壁は、極彩式の絵画で飾られ、天井や柱にも、 彩色文様が施されていた。投げ市場の壁には楽器を奏で、舞を舞う、姿の供養菩薩像の浮き彫り、現存52があり、本尊の頭上には、精巧な透かし彫りの天外を図る。鳳凰道は、建造物としては中道、北横楼、南横お愚の四棟からなる。味池の中島に東を正面として、阿弥陀如来座像を安置する中道が立ち、 その北と南、向かって、右と、左に、それぞれ北横廊、南横廊が接続して立ち、中道の西、背後に接続して、廊が立つ。中道は、石積みの木壇上に立つ。この木壇は、壇上積もる木壇と称し、自腹石、破命石、塚石、桂石からなる格式の高いものである。中道の外観は二階建てのように見えるが、建築構造としては、 一重もこし付きである。もこしとは、みしゃ、もや、建物の主要部の周囲に差し掛けられた屋根の部分を指す。みしゃは、入りもや作り、本んかわき。組物は三手先中備えは剣刀塚か、のきは二っけしげたるき、蓋のきしげるきとし、東上に一体の同性法を置く。なお、保存上の観点から、1968年以降、東上には、 レプリカの法王が設置されており、実物は別途保管されている。たるきは、ちたるきを円形断面、ひえんたるきを方形断面とする、地縁比較という、奈良時代以来の形式である。のきにはシリンを設け、シリン部分には、放送下文を描く。三しの規模を開けた雪、正面三軒、張間、奥雪二軒とする、ここでいう、間は、長さの単位ではなく、 柱間の数を表す建築用語。以下同じ。三社は円柱を頭抜きと、内乗り投げしで固める。この三軒二軒の三社の周囲に、東西南北とも一軒の木腰が付く。木腰の屋根は本川ら武器、抜きは二軒、重たる木で、組物は平らんと、中備えは的塚である。木腰のたる木は、三社と異なり、地たる木、被縁たる木ともに、面取りの角たる木である。 木し柱と、三社との間には、つなぎ香料を渡す。木し柱は、オーメントリの角柱とし、これらを頭抜きと、ひ抜きでつなぐ。ただし、悲願は当初はなく、構成補強のために入れたものである。こしの正面、当面中央間は屋根を一段高く切り上げて、外観に変化を持たせるとともに、池の対岸から本尊阿弥陀如来像を拝するように、設計されている。 三社東正面中央館の扉を開けると、その内側の格子には、軍配系の窓が開けられ、阿弥陀如来の面相が見えるようになっている。木し屋根上には降乱を設けるが、これは実用的なものではない。日本の一般的な仏道建築は、三社の前後、または刺繍に、ひさしと呼ばれる部分があり、木しがつく場合は、ひさしのさらに外側につけるが、法王道中道は、 ミシャとモコシのみで日差しのない特徴的な構造になる。ミシャの円柱は、計二尺、約六十センチある太いものであるが、周囲をモコシが取り巻いているため、外観では、ミシャの太い柱が目立たなくなっており、これによって、建物全体を軽快に見せている。モコシ柱も幅八寸五分、約二十七センチあるが、大面取りが施され、断面八角形に近い柱形状になっているため、 実際より細く見える。中道は前日のように三社とこ腰のみで日さしを儲けない得意な構造であることに加え、屋根の出が非常に大きく、構造的には不安定な建物になっている。三社の屋根の先端部はもこし屋根の先端部や木段の端部よりもさらに外側に突き出ている。明治期の修理以前の古写真を見ると、中道には屋根の垂れ下がりを防止するためのと、 海剖が設置さて、外観を損ねていた。こうした構造に加え、境内からは創建当初の瓦がほとんど出土しないこともあり、当初の法王堂は屋根に大きな荷重のかかる本瓦原武器ではなく、木瓦原武器だったのではないかと推定されている。木瓦原武器とは、外観を瓦に似せた板で屋根を吹くもので、平安時代の実物としては、中村寺根寺軌道のものが唯一現存する。 王王道の修理は、近代以降では1902年から1907年に、半解体修理、1950年から1957年に、解体修理が行われている。次に、中道の室内の状況について説明する。前述のように、三社は、正面三軒、側面二軒であるが、もっこしの西側、裏側部分を室内に取り込んでおり、この部分を含んだ全体を、 板敷きの一室としている。もっこしの東、北、南の三面は吹き放し、縦具や壁を入れないとし、切り目円その声を設ける。すなわち、石積み木段の上に直接、円を乗せた形になる。室内は、三社の後寄りに、中央部分を石敷きとした趣味段を設け、本尊の上長作阿弥陀如来座像を安置する。阿弥陀像の頭上には、木造天外をつる。 趣味団周囲には高乱を設け、後方左右には壇上に上がる階段を設ける。趣味団の外面は、漆塗りとし、螺鈿で装飾されていたが、螺鈿はすべて脱落している。中道の柱間装置は、以下の通りである。二社正面、当面は三軒とも、両開き板扉で、室内側には格子を立て込む。二社側面、北、南面とも、の全館は、正面と同様、 両開き板扉で、室内側には格子を立て込む。シャ側面、北、南面とも、の五感は、外面は腰投げしを入れ、それより上を、連合窓、下を土壁としている。ただし、この連合窓は、見かけだけで、室内側は、全面板壁になっている。前述の腰投げしも、外面だけに打たれている。シャの西側は、中央間を板壁、 その両脇の間は開放とし、裏手のもこし部分と一体の空間を形成している。三者西側中央間の板壁は、他の壁と接していない、独立壁で、本尊阿弥陀像の背後に位置することから、仏甲壁、仏後壁と称される。西側もこし部分は、西面中央間のみを両開き板扉、お呂へ通じるとし、他の柱間は、土壁とする。の内方投げ上の壁は、 外見上は土壁に見えるが、実際は板壁に土を塗ったものである。東西南北各面の内ポーナげしより上、頭抜きより、下の壁面には、計52区の区も中区用菩薩像を取り付けていたが、内半数の26区は平等院ミュージアム、宝章館に移動している。室内には、前後方向に香料2本掛け渡し、組入れ天井を支えている。道内は、 板扉と板壁には、官無料、樹形の諸説による、区本大合図などの壁扉が、駅ひががあり、柱、投げし、抜き、組物、天井などの部材はすべて彩色が施されていたが、現状ではいずれも白落が著しい。正面三間の扉、計六面、側面、北、南面全間の扉、計四面、側面五間の板壁、北面と南面の二面には、 九本大号図が描かれ、背面も腰中央扉、二面には秘壮観図が描かれていた。日壮観とは、寒無量、樹形の諸説によるもので、西方阿弥陀浄土に往生するための十六の段階の一つとして沈みゆく夕日を乾燥するものである。二甲壁、三社西側中央壁の前面と背面にも絵画がある。このうち、背面は本図の一部であるが、 前面の絵は、白落が激しく、主題や制作年代について小説ある。板扉のうち、正面中央館のものは、板目が激しかったため、江戸時代の漢文十年、1670年に、新しい扉に取り替えられ、絵も新たに描かれている。扉と板壁以外の道内の部材は、放送家文を主体とする彩色文様で、装飾されていた。柱は、 放送花分の水平の帯で区切り、放送花分を背景にして、菩薩像や同時像を描く。投げ地、頭抜きなどの水平材は、花門を一定間隔で描き、残りの空間は、雲言彩色の状態分とする。中道の柱間装置のうち、正面各間と、側面前巻は創建当初からいた扉であったが、側面ごまと、不酷壁は、 以下のような改造を経ていることが、解体修理時の調査で判明している。以上の改造がいつ行われたかは正確には不明で、あるが、建築士屋は、おおむね13世紀までには、第三次改造が終わったと見ている。改造の理由については、前述の通り、当初の王道は、木カワラブキであったとみられ、木カワラブキからより、重量の大きい本カワラブキに変更するに際して、 補強のために改造が行われたとみられる。南北の翼楼は、形式が等しいため、まとめて説明する。北翼楼南翼楼とも霧島づくり、本河原吹き、一重二階建て。各翼楼は、中道の側面から南北方向に伸び、途中で東方向に直角に折れ曲がっており、平面は L 字型を呈する。桁行きは折り曲がり発見。 張り間は一軒である折り曲がり八軒とは L 字型の外側の柱間を数えた数字である直角に曲がる角の部分には隅ろうがありこの部分のみ三階建てになる組物は一階が二手先二階が平らさんとで抜きは二軒茂たる木とする一階柱は頭抜き悲観腰抜きで固めるが創建当初は悲観腰抜きはなく 後から補強のために入れたものである。一階の頭抜きから、下は、建具や壁を入れず開放とし、床も張らない。天井は、組み入れ天井とし、高料とカエル股で支える。二階は階高が低く、人が立って歩ける高さではないが、儀式等の際に人が立ち入ったことも想定されている。二階内部の構え下は二重高料カエル股で、天井は張らず、たるきがそのまま見えている。 住み楼の3階部分は片3軒、包行造り、本瓦吹きで、屋根長分に瓦製の宝石を乗せる。組物は出組み、抜きは2軒、茂たる木とする。東西南北面とも、中央間を板扉、両脇間を連合窓とする。3階部分には、下から登ることはできず、人の入る空間はない。南北浴廊は、修理によって取り替えられた部材が多い。 各横廊に十六本ずつの柱があるが、うち古いものは北横廊の柱一本、南横廊の柱五本のみで、他の柱は明治の修理時の取り替え材である。横廊は中道西側も腰に接続し、西側にまっすぐ伸びる。切り妻作り、本河原武器、平屋建てで、桁行き七間、張間一軒とする。組物は平らさんと。 内部の構えかは二重高梁帰るまたとし、天井は張らない。桁行き七間のうち、中道も腰に接する第一軒は、片引き戸、以下は、第二三六6七間を、下等窓、第四4五軒を格子窓とする。楼は、第五5六軒の部分で池をまたいでおり、その部分の柱、西から三本目は、地中に立っている。楼の窓や床は、 室町時代頃に設けられたものとみられる。五郎の柱は大部分が修理によって取り替えられているが、南側の第三軒の左右の柱のみは古い。法王道の立つ中島と周囲の池については、1990年以降の発掘調査により、拳台の玉石を敷き詰めた平安時代の須浜が出土し、創建当初の状況が明らかになっている。近代以降、 中島の面積が広げられているが、平安時代には、島の面積は狭く、ほとんど、道と同じ程度の大きさで、両浴楼の橋は池に突出していた。浴楼の基段も当初はなかったとみられる。池の対岸、東岸には、鳳凰堂の阿弥陀如来像を礼拝するための、正御所という建物の存在したことが、福山敏夫によって、早くから明らかにされていたが、発掘調査により、 小防書の遺構も検出されている。法王堂には52,049枚の瓦が使用されており、建立当時は木製瓦を使った木瓦、小瓦武器だったが、約半世紀後の後は3年、1,101年の修理で粘土瓦を使った総瓦武器に改修された。粘土瓦は平等院の荘園であった玉串荘、玉串の荘。 現在の大阪府屋尾市の高山が用跡で1100年初頭に製造されたとされ2012年9月に始まった回収作業でも平安期の陶器瓦がまだ150枚そのまま屋根に残っていることが確認された切手や通貨の遺装に平等院の文物が取り入れられている切手効果日本林行券。楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください